行こう。越谷わざはくのタンクポップの会場であります釘製商店さんまでの道のりをご案内したいと思います。まずは東武スカイツリーライン越谷駅東口を降りまして、駅を背にして直進になります。切らして自転車こいでたが、越えて続くこの道は今も変わらず、空の隙間に富士山が見えるかな。見渡す限り田んぼばかりで、何にもなかったこの街は今は変わって、空の隙間も富士山も隠れてる。立ち並ぶマンションと広いショッピングも、大きな池には黄色いアヒルが浮かんでる。ヘマゾンさんが駅を背にして左手に見えたら右に曲がると。1階がその商店さんで、釘製商店さんでいろんな金物ですとかね、家庭の用品があって、で私たちの技博の会場としてはこちらの建物の一番右のところにドアがついていて、で階段がありますので、そこを上っていただいて、まあそこまで来れば分かるようになっていると思います。ぜひ来てくださいね。いたしましては、カックンとワッコ2つやります。カックンに関しては11月7日土曜日1時30分から、超初心者ギター教室ね、カックン、はい、お待ちしております。はい、そしてワッコは持ってますけれども、12月12日土曜日午後2時から、カックンもワッコも2000円です。はい、でワッコの方は越谷ネギスバスパーティー、
ネギスマスツリー作りというのを歌いながらやるというね、よくわからない企画になっておりますけれども、もう本当に楽しいと思います。12月に入ってるのでクリスマスムードでやろうと思ってます。そして越谷ネギの美味しい季節になってまいりましたので、そのおネギを模したツリー、ちょっとねまだどうなるかっていうところですけれども、楽しくとにかくやろうと思っています。あ、それでお子様中学生以下の方は1000円箱の方はねとなっております。犠牲商店さんの2階です。ぜひお申し込みは、越谷わざはくのサイト上からしていただくようになっておりますので、概要欄の方からですねチェックしていただければと思います。ぜひ越谷わざはく、私たちの講座だけじゃなくてね、すごい皆さん盛り上がってますので、受けてください、来てください。はい、お待ちしております。タンクポップ YouTube チャンネルでした。美味しいぞ、出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。